はい、どうもフランケス。今回ですね、久々にね、転職ビームの実態ということで、今の現状の話をしていこうかなっていう感じですかね。まあ仕事の方からいきましょうか。十何社目かもう忘れちゃったけど、そっちの方はね、今収入的に非常に厳しい状態で、まあ土曜日出勤があったりとか残業があったりすれば稼げるんだけど、まあちょっと今土曜日も休みで残業もない状態だから、まあ楽っちゃ楽かもしれないけど、その分ね、収入がね結構きつくてね、やばいなって感じがします。で、金がないからそう簡単にね、今までみたいに髪の毛切りに行く余裕もないからね、今髪の毛が伸びきってる状態なんですよね。だいぶ多分伸びたと思うよ。前の動画とかだと何ヶ月前だか覚えてないけどね、今年1回か2回か切ってんのかな、髪の毛ね。うん、いつだからなんか多分切ってたと思うから、その時はなんかバリカンでやってたからすごい短かったんだけど、今もう、ね、夏になってきて、もう結構暑くなってきてるけど、今髪の毛が切れない状況だ。で、まあ、収入的にはね、まあ、そのフルで頑張ればじゃあどのぐらいなのかっていう話をすると、まあ多分総支給で40万前後ぐらいなのかな。ちょっとなんか虫がいるな。だけど結局その本当に全然なんていうのかな、残業もしない、土曜日も出ないとかってなってくると、大体その総支給で24万ちょいとかぐらいになってくるのかな、大体。うん、だからまあ残業とかしないと20万前後ぐらいになってくるんだよね、残業とか少ないっていうのが現状かなっていうので。で、まあ仕事の方はそんな感じだかなっていう感じで、まあ、今回気づいたのがちょっとね、住民税がね非常に高くてですね、住民税のあれ来たんだけど、住民税が、まあ、今年、まあ、去年の年収が、まあ、途中から入った会社なんだけど、まあ、去年の年収が、まあ、確か400万は超えてたね、年収が。そうすると、まあ400万超えてくると、じゃあどのぐらい住民税がかかるかっていうと、多分それ地域によって変わってくるかもしれないけど、19万6千円ですね。はい。で、6月分の給料から引かれていきますよっていうので、1万6700円初回払って、あとが1万6300円が、来年の5月まで続きますよっていう。まあ、去年結構稼いじゃったら次の年が大変になっちゃうっていうのが、まあ住民税だからまあしょうがないんだけどねっていう。で、去年結構収入がバーってきたとしても、今年はちょっと今ほら落ち着いちゃってるから収入がないから、だから結構ね、その上がり下がりがすごくてね、結構きついところもあるかなっていう感じがしますね。で、まあ仕事はその辺に置いといて、今これでこの撮影に使ってる、3年ぐらい前の携帯 Xperia の 5M2 っていうのを使ってて、それが、今月入ったばっかしの時、まだローンが6回7回ぐらい残ってるっていうのに、なんかねぶっ壊れてしまって、とりあえず1万2000円ぐらいで保証のやつが、あったから、それやって同じ機種の中古のなんか良品のやつを、もらってきたんだよね。で、それ壊れた方を渡してって感じで、で、この今使ってるのがその良品のやつなんだけど、実際それ使ったら1日でなんか発熱が異常なぐらいにやばかったりとか、電池の減りがめちゃくちゃやばくて、なんか前の携帯よりなんか性能的にちょっときついかなっていうのがあったんだね、っていう感じかな、現状では。で、それでね、保証のプラン使ったっていうのにもう買い時だなと思って、どっちにしろダメだなと思ったから、で、ここ今使ってるインカメラも画質が非常に悪いから、800万画素ぐらいしかないからっていうのがあって、今回買ったのが一番新しいやつ、Xperia 1か、これが5でこっちが1で、5のこっちが Mark II で、こっちが一番新しい1の方の、Mark 5か、1 Mark 5の方だね。まあ多分ね、ちょっと使い方がまだね、カメラとかね慣れてないからどうなるか分かんないんだけど、まあこんな風にスムーズに動くからまあいいのかなっていう感じかな。多分ね、今後の動画とかもね、前の今これ使ってるカメラより性能良くなるから、まあ多分見やすくなるんじゃないかなと思うね。まあ、カメラもちょっと大きくなってるしね。
まあそんな感じで、まあこっちの金額ね、ちなみにこの今使ってる方の携帯の方が、残りの金額が1万9000円残ってたから、それを一括で払ってきて、で、今回買い替えるのに必要な、まあ、頭金だったりとか、レザーシェルケースっていうこのケースとか、ガラスフィルムとか、ガラスフィルムのこれがね、5000円ぐらいしたのね、確か。で、このケースが3500円ぐらいって書いてたかな、単価的には見てるけど。で、今回これをに変えるのに、残ってる前のこの端末のお金1万9千いくらかと、これを変えるために最初のあれで2万2千いくらだから、まあ4万2千円ぐらいは、4万2千円以上払ってるのかなっていう感じかな。で、残りの、21万8600円っていうのが3年払いローンなんでね、フルローン。3年間今回持ってくれればいいんだけどねっていう。まあでも多分ね、この動画で映ってるこの感じの画質がちょっと悪いようなものより全然多分こっちで撮った方が綺麗になるから、まあちょっと比較として、で、なんかこう動画斜めにめんどくさいから、とりあえずこれが古い動画で、最後なのかな？古いカメラでって言ってたから、古いカメラで撮影は最後ってわけではないかもしれないけど、またなんか使うかもしれないけどね。まあ基本的に多分こっちに移行するから、一緒に見やすくなるのかなっていうのもあるんだけど、まあ本来だったらそのスマホレビューみたいな感じもやった方がいいかもしれないけど、まあこの機種なんて多分みんな他の YouTuber とかやってると思うし、そんなやる人もないからね。まあそんな感じかな。ちなみにこれね、3年間ね、月々6000いくら払わないといけないです。まあ、それ以外のプランとか全部同じだからいいんだけど、まあ、6000いくら払わないといけないっていうのがあるんで。スマホが高いよね、本当に。スマホってさ、5万6万ぐらいで買えるのかなと思ったんだけどさ、3年ぐらい前のこの携帯だって11万とかでしょ？5マーク2か。で、1マーク2の方が13万、14万ぐらいいったのかな、わかんないけどね。ぐらい言ってて、まあ、10万超えてきてて高えなと思ったけど、まさかね、この携帯がトータル確かね、23万いくらって書いてあったんだよね。で、まあ、頭金とかその入れたりとかいろいろあって、まあ、残りの分割が21万、8680円か。っていう感じかな。だから6000いくらずつだから払っていくって言ったらね。まあまあ、そんな感じかな。まあ、データ移行とかもね、まあ、完璧に全部終わったわけじゃないんだけど、まあ、ある程度終わったから、まあまあいいんじゃないですかねっていう感じで。で、これね、ケース。結構リッチだよね、これ。ほら。結構リッチじゃね。なんかすごいケースできたね。っていう感じかな。まあ、とりあえずまあ、これはもうこれで終わりにしよう。じゃあ、ちょっと今からじゃできないかわかんないけど、まあ、とりあえずカメラのテストっていうか、まあ、こっちの新しいスマートフォンでいろいろとできることをね、やっていきたいなっていう感じですかね。まあ、そんな感じでいきます。だからまあ、車載動画とかも多分変わると思うよ。前の、こっちの携帯だと車載するときこう挟むんだけどさ、例えば音量ボタンとかここにあると思うんだけど、これがね、この辺にくっついててね、挟み込めないような状況になったから、まあ、これを使うことによって、この辺にこう、かませてやれば、まあ、おそらく、車載動画も綺麗に撮れるんじゃないかなっていう感じかな。素晴らしい。ね、ちょうどいい。はい。じゃあ、ちょっとカメラのテストとかも入ったりとか、まあ、いろいろとこっちで作業があるんで、一回、これを飛びましょう。まあ、今、現状はね、その転職貧乏の実態の感じですよ。まあ、仕事もちょっと今、やべえなって、ってかもう、給料出て2日間ぐらいでもうすでにオイル交換やったりとか、この携帯の支払いとかやって、まあ、とりあえず、5万円ぐらい吹っ飛んだっていうね。給料ね、手取り20万ぐらい、20万ぴったんこぐらいかな、ちょっとあったかな。損害でも一気に5万ぐらいなくなって、後の支払いとかも絶対あるから。まあ、結局手持ちにまあ、3、4万ぐらいしか残んないんでね。はい。ってことで、まあ一応、そんな感じですかね。じゃあちょっと早速、新しい携帯でもいじって、ちょっ
ちょっといろいろとね、撮影とかしていきたいと思います。はい、ということで一回ストップします。ご視聴ありがとうございました。